京都伝統でな11系電車は、京福電機鉄道が、同社営山線で使用していた、通勤系電車。同社の前身である、京都電灯が、同線の輸送力増強用に新造した車両である。1926年、営山線の開業翌年に輸送力増強用として、日本車両で11の14の4両が製造された。全長は13.5メートル。 片開き3ドアの木造車で、窓配置は D5D5D。電装品等は当時一般的であったアメリカ製のものを多用している。電気ブレーキは装備されていない。東古市駅に停車中の四十2441944年に、戦災の激しかった福井市社越前鉄道部に移管され、北十 31K31 から34となった。 伝送品は、永山線の予備として取り外され、台車は、狂気用に改造されている。1949年には再伝送化され、ホデハ2 4 1系2 4 1から244となり、1957年には車体を、ホデハ251型と同系のものに更新して、交代化を行った。この時に、デナ1 1系由来のものはほとんど消滅している。 この時に新造された車体は、車体長15メートル、窓配置 D2D7D2D の両運転台型開き2扉。側窓は下段上昇式、上段が H ゴム固定のバス窓と呼ばれるもので、前面は241.243の京福王の駅、永平寺駅、三国港駅より24、242.244の福井駅よりが貫通型で、反対側は、 非貫通系である。パンタグラフは非貫通側に付けられている。メーカーは241.242が日本車用24 24、243.244が何は後期である。単行、もしくは241プラス242.243プラス244 24の2両編成で使用された。1975年の形式記号改定でもは241型となった。 1989年に244が、1991年に他の3両が老朽化や輸送力減少による余剰化で全車廃車となっている。なお、慶福において、京都、福井間での車両移動は、この永山線でな11系一前線北波31型が唯一の事例である。ありがとうございます。